はい、ふうです。こんにちは。皆さん寒いですけど、元気ですか？今日はね、いつもの駒沢公園に来ておりまして、ランニングの大会のボランティア活動に来ました。できます。ブルーのトラック、とっても綺麗ですよね。青空と同じ色。ハードルにね、大会の旗をくくりつけてお客様をお迎えします。芝生も綺麗ですね。私はまずトランシーバーのセッティング係を任されました。普段扱ったことがない機械なので意外と難しかったです。チャンネルを合わせて担当の人に配りに行きました。これは選手の皆さんがつけるゼッケンを整理しています。一日ね、外で作業していたので、とっても寒かったですが、楽しかったです。ザバスはね、3箇所でお配りしました。よーい、どーん！早い人の応援ってすっごい楽しいんですよね。盛り上がりましたよ。お弁当はハンバーグをいただきました。さあ、一日作業してぐったり疲れて帰ってまいりました。自分のね、練習ができなかったので本当は走りに行こうと思ったんですけど、疲れすぎてすぐお風呂に入っちゃいました。41歳になっても髪が多くて、今さらに伸ばしているのでいつもドライヤーが大変です。いつもでしたらストレッチちゃんとやるんですけれども、もう疲れ切って床で寝そうになるくらいでした。寝る前に体を温めるためにトワイニングのベルガモットの香りの紅茶を入れてミルクティーにして飲みたいと思います。こうやって蓋をして1分ぐらい蒸らしておくと香りがほわって濃くなるらしいですよ。牛乳を入れていただきます。お休み前にちょっとだけダラダラスマホタイムでございます。さて、今日はね、ボランティア活動のご紹介でした。まあ、ボランティアっていうとすごく大層なことに聞こえるかもしれませんけれどもね、私は独身で夫も子供もおりませんので、社会的に何か役に立ってるかどうかっていうと、自分で好きなようにお金を稼いで好きなことに使っているだけなので、貢献してるかどうかの度合いで言ったら、まあ低いなと思うんですよね。なので、まあできれば自分の休日を、時間を割いてですね、他の人の役に立てること何かないかなって考えた時に、自分の趣味を通じてお手伝いできることが見つかったので、少し長く続けていこうかなと思っています。独身アラフォーでどうせ暇なんでしょって思われがちですけれども、自分のできる範囲で社会とつながっていけたらいいなと思っている毎日です。スイートピーとガーベラを飾りました。じゃあまた皆さん次回お会いしましょう。バイバーイ。